はい、皆さんこんにちは。エリティブログです。今日はあいにくの天気の中で、名古屋の一番有名な商店街、大須に来てます。ちょっと食べ歩きしようかなと思いました。名古屋フーディでもツアーガイドとして大須によく来たりして、大須の歴史とか、食べ歩きとかも外国人には紹介してますけど、今日はちょっと行ったことないお店とかに行きたいなと。なので、あんまり歩かない道をちょっとプラプラして何を見つけるかを見たいと思います。はい、行きましょう。おお、いちごのお店見つけた。めっちゃ美味しそう。よっちゃんのお店です。私の後ろにあるいちごが売ってるから、ちょっと中身を見たいなと思います。いちごを見てこちらに入ったけど、結局チーズボールを注文しました。はい、いろいろ美味しそうなものがあって、ソフトクリームとかもうまそうだし、例えば甘酒とかさくらんぼ餅とか、あと抹茶にこういちごがのせたやつとか、ぜひこちらに入ってみてください。ありがとうございます。私のチーズボールを作ってまーす。ありがとうございます。ああ、美味しそう。そうです。これね、凍らせないとダメなんですよ。はい、カリカリ揚げてくれたもちもちチーズボールです。うん、めっちゃチーズの匂いする。あ、やっぱりめっちゃ伸びますからね。持ってるわ。ずーっと伸びてます。完食しました。ごちそうさまでした。まだ早い。ごちそうさまはえいいですか。今ね、ありがとうございます。ありがとうございます。感想を聞かせてください。はい、ああ、優しい。本当に私いちご大好きだから、これは一番嬉しいだね。いただきます。ああ、おいしい。カリカリ。どうですか。まだいちごまで食べてない。いちごが甘くてジューシーで、外の飴がカリカリで美味しい。最高。このいちごはこのお店のおすすめです。美味しそうなものいっぱいありすぎて、こちらに来たら決めれないと思うけど、ぜひいちご食べてみてください。ごちそうさまでした。私の後ろにあるはこちらのお店です。台湾焼きパオズパオパオ亭というお店。今からパオズを食べようと思います。ありがとうございます。どこで食べればいいかわからない、はい、道を渡りました。めちゃくちゃいい匂いする。ビデオを撮りながら食べようと思ってますけど、手が2つしかないからちょっと難しい。食べます。うまい。なんか中にお肉がいっぱい入って、汁がいっぱいあって、うまい。中身が飲めるぐらいの量のジューシーなお肉の汁。でもだから片手で食べにくい。このお店は大須でも結構有名なお店で、ぜひ大須に来たらこれを食べてみてください。最後の一口。最後の一口は意外と大きかった。でも美味しかった。大須のふれあいプラザに来てます。ふれあい広場です。この上に招き猫がいます。次の食べ物のお店を探します。まだお腹ペコペコだよ。このお店よく通るんですけど、お芋ソフトを売ってて、なんかいつも食べたいなと思ってるけど、今日も結構寒くてまた今度に食べたいと思います。私の後ろにあるのがおめでたい焼きというたい焼きのお店です。ネットでちょっと調べた時にこれを見つけて、今日はぜひ食べてみたいなと思います。ありがとうございます。わー、まだ熱々で早く食べたいなと思います。私は選んだのはこれです。季節のたい焼きいちごチョコでした。いただきます。顔から食べます。このたい焼きが美味しい。中がふわふわで外がカリカリ、おいしい。意外とお腹いっぱいになってきた。これからもうちょっと大須の印象、お店とかをお見せしたいと思います。これ、後ろにあるのが本当の教会です。可愛くない？こちらのお店は何かわかりますか？大須のメイドカフェです。大須にメイドカフェがいっぱいあって、大須に住んでる人によると、メイドカフェの文化は大須で始めて、それから日本に広げて、それから世界に行きました。東京の人に聞いたら秋葉原からスタートしたと言われるから、どっちが正しいでしょう？このような着物お店とかも多いです。今は大須観音に向かってます。大須に美味しそうなポップコーンのお店もあります。なんかフレーバーとかもいっぱいあって、好きなものが選んで持って帰るか、そのままで食べるか。なんでもお猫のお店を見つけた。超かわいい。あ、バックストリートでめっちゃおしゃれなお店を見つけた。スムージーをめっちゃアーツフリーで作ってる。じゃあお好きなお席でメニュー決まったらやんでください。ありがとうございます。わあ、雰囲気めっちゃいい。じゃあ一番奥に行こう。めっちゃいい感じ。来ました。超うまそう。私は選んだのがラズベリーベースで、こうヨーグルトが入ってて、フルーツがあって、上にデザインがアートがついてる。写真とかもいっぱい撮ってて、今から食べようと思います。可愛いけど本当に美味しいかどうかは今からお願いします。おいしい。本当にラズベリーがいっぱい入ってるって感じ。スムージーが好きな人はこれが最高。これをゆっくり食べたいので、この動画をここで終わりにします。この動画が面白いと思ってた方はぜひいいねボタンを押してください。あと、まだフォローしてないならサブスクライブのボタンを押してね。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。